はい、田中恭介です。よろしくお願いします。私の研究内容としては、アンケート分析で解き明かすということで、政党と有権者の重視政策に対する意向について分析を行いました。それについて使用したアンケートの説明をいたします。この調査は、東京大学の谷口研究所と朝日新聞社の共同調査によって行われました。そしてその概要といたしましては、各政党から立候補する候補者と各年代の有権者を対象に、各選挙ごとに政治に対する意識を調査したものとなっています。そしてその質問広告の中で僕が注目した内容は、あなたが最も重視する政策はという質問に対してそれに回答した政党と有権者についてクロス分析を行いました。そして分析対象となるものについて説明していきます。政党は自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会、共産党の5つの政党、有権者は20代から70代以上の6つの区分に分けました。そして政策は外交や景気、年金、教育などの7つの政策に分け、対象期間は2010年から22年の10年間。そして立憲民主党に関しては、2012年と2014年は民主党、2016年は民進党を立憲民主党とみなして分析を行いました。そしてまずは直近の選挙の分析結果を見てみます。こちらは2022年の参院選の政党の実施政策の割合について分析したものとなっています。こちらは色がオレンジ色に濃いほど統計学的に他の政党よりも優位に高いというふうに見て、逆に濃い青色になると他の政党よりも統計学的に数値割合が低いという見方になっています。こちらを見ると自民党は景気雇用と原子力発電、公明党は景気、立憲民主党は教育、共産党は外交安全保障が他の政党よりも統計学的に優位に高いことが分かります。そして次に有権者についてなんですけれども、こちらは20代から40代までは教育子育てがこの政党よりも優位に高いことが分かり、逆に60代から70代以上は年金と介護の割合が高いことが分かりました。この傾向を受けて私は政党と有権者の自主政策の変遷を評価比較することで、各政党が有権者の意向に沿っているかどうかを明確にするためにこちらの研究を行いました。そしてこちらが目次になっています。まず1では政党の重視する政策についての特徴、2では有権者の特徴、そして3では政党と有権者についての重視策の相関などを見て、有権者の意向に政党が沿っているのかを見ていきたいと思います。まずは政党について見ていくんですけども、時間の都合上こちらの5つの政党の特徴を簡単にまとめた表を表示します。こちらが簡単にまとめた特徴になっており、自民党は2016年以降実施する政策の変化量が大きく、公明党は長期的に実施されている政策が景気雇用と教育子育て、立憲民主党に関しては 50% を超える割合が2021年以前は存在しないということが分かり、日本維新の会に関しては2017年は教育子育てが約 90% になっています。共産党は自民党よりも自主政策の変化量の幅が非常に大きいことがありました。そしてこちらが各都市で最も重視された政策を並べたものになっています。こちらを見ると2016年より以前は多くの政党が景気雇用を重視していることが分かります。しかし2017年以降は教育子育てと年金、医療、介護、外交安全保障の2つの傾向に分けられることが分かり、その政党は自民党と共産党が年金、医療、外交安全保障、公明党、立憲民主党、日本維新の会が教育子育てを2017年以降非常に多く重視していることが分かりました。そして同じようなことを有権者でも分析を行いました。それらの特徴をまとめた表がこちらになります。20代と30代は教育子育ての割合が高く、それに乗じて政策の変化が非常に激しいという結果が出ました。40代から50代は年金、医療、介護の割合が 40% ほどになっていて、年代を重ねていくにつれて変化量が少なくなっていることが分かりました。
そして60代、70代は、妊娠医療介護の割合が 50% から 60% と非常に高くなっており、こちらの70代のデータを見ると、ほぼ水平方向に変化を行っていることが分かり、非常に変化幅が少ないという結果が分かりました。そしてこちらも各都市で最も実際達成策を見ていきます。2014年より前を見ると、20代から50代は財政再建と景気雇用を重視しており、60代70代は年金医療介護を長期的に重視しています。その傾向は2016年以降でも変わらずに重視しており、そして40代50代も年金医療介護の割合が高くなっているということが分かりました。そして20代30代は2016年から教育子育てのが最も重視されていることが多くなりました。そして次は政党と有権者の重視政策がどれだけマッチしているのかを見ていきたいと思います。こちらの表が相関係数表になっており、オレンジ色が濃いほど性の相関になって、青い色が濃いほど負の相関が高いという見方になります。こちらを見ると、自民党と公明党と立憲民主党が外交安全保障について有権者と性の相関を得ることができました。特に自民党が他の政党よりも相関係数が高いので、外交安全保障についてだと自民党が有権者の意向に沿っていると見ることができます。景気雇用については、どの政党も有権者と性の相関を得ることができませんでした。むしろ負の相関を得ることができており、これらの要因としては、コロナウイルスの影響によって有権者は2019年以降の景気雇用の割合が非常に高かったんですが、それに関して政党はコロナウイルス対策として景気雇用ではなく年金業界部に力を入れたことによって、こちらの負の相関が出てきたのではないかと考えています。そして財政再建については、どの政党も強い性の相関を得ることができました。どの財政再建のグラフも右肩下がりのグラフになっていたので、政党と有権者の両方が財政再建に関して現在は優先度を低く認識しているのではないかと考えられます。年金医療介護については、自民党と公明党共産党が性の相関を得ることができました。年金医療介護については高齢者世代になるほど割合が高くなっているので、その表で言うと、自民党公明党共産党が高齢者の意向に沿っていると見ることができます。次は教育子育てなんですけども、教育子育ても若い世代になるほど割合が高くなっているので、こちらの表を見て性の相関を得ることができている公明党や立憲民主党、主にですね、日本維新の会などが若者の意向に沿っているのではないかと見ることができます。そして原子力発電についてなんですが、こちらの公明党の票が斜めの線入っているのは、どの年代もすべて 0% であったので、こちらのような写真になっています。原子力発電は野党が主に性の相関を得ることができています。原子力発電については2012年と2013年をピークとして減少傾向になっているので、こちらは東日本大震災による原発問題を優先的に取り組もうとした結果、こちらのような有権者との性の相関を得ることができたと考えます。憲法に関しては共産党のみが有権者と強い性の相関を得ることができました。そして次は相関ではなく、政党と有権者の考え方のズレを数値化させることで有権者の考えに近い政策を算出しました。そのためにそれを計算するために1で政党と有権者の重視政策の割合の差を計算して、2でその差を2乗させました。そしてその2乗した数値をの相場を求めることでズレを数値化させました。それがこちらになります。こちらは青い色がその年で最も有権者との考え方のズレが近いものとなっています。つまり数値が最も低いということになっています。そして青い数字が最も有権者と考えが離れているという見方になります。その表を見ると2016年以降は安定的に自民党が有権者との意向が最も少ないということを見ることができて、逆に公明党が有権者との
考えのずれが大きいという見方ができます。そして次は年代、年ごとではなく年代ごとで見ていきます。こちらを見るともうすべての年代と自民党が最も有権者との考えが近いという結果が出て、こちらも逆に公明党が最も考え方が離れているという結果が出ました。野党について見ると、野党の中では日本維新の会が最も数字のずれが大きく、立憲民主党がその中では最も考え方が近いという見方ができます。最後にまとめです。先ほどの教育子育ての相関から、公明党と日本維新の会が若者に向けた政策を行っているということができます。そして年金上介護についても、自民党と公明党が高齢者の意向に沿った政策を行っていると見ることができます。そして先ほどのズレの表から見て、一番有権者に寄り添っているのは野党ではなく与党の自民党であるということが分かりました。しかし自民党と連立を組んで公明党が全ての世代と意向が最もずれているということが表れていたので、これは自民党にとっては非常に痛手ではないのかと考えることができています。そして野党については、期待される立憲民主党についてなんですが、自民党よりもずれが非常に大きいので、ずれが大きいという結果が出ました。この結果から自民党が長期政権を取って野党が取って代わる気配がないという理由が垣間見えるという結論になりました。以上で私の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。